にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県に来ております。静岡県の沼津ですね。沼津を先ほど出まして、今から箱根に向かいます。まずは概要欄 URL より前回の動画を見ていただけたら幸いです。昨日は沼津の花火大会ですね。そして本日は芦ノ湖の花火大会に行くというプランを立てております。2日連続の花火大会で、昨日の沼津の方が大規模ですね。本当に日曜日で、大規模の花火大会だったんですけれども、本日は平日の芦ノ湖なので結構行きづらいところの花火大会ということで、どれだけの人出の差があるかっていうのが楽しみですね。ちなみにもう芦ノ湖の花火大会は3回ぐらい行ったことあります。で、毎回いい印象がありますので、今年も行こうかと決意いたしました。今からですね、沼津から箱根に移動する道中で爽やかに行けたらいいなっていうふうに思ってます。それでは箱根までドライブ楽しみます。デイ、爽やか着きました。50分待ちだそうです。まだ待ちの方かな。そして車が止められたのでラッキーですね。いただきます。ごちそうさまでした。うまかったよ、爽やか。本日行った店舗50分待ちだったんですけど、周りに見るところもあってそんなに苦じゃなかったですね。それではですね、本日宿泊する箱根の強羅かなの火山水さんという、お宿に今からチェックインしに行きます。白濁の温泉だそうですよ。来ました。本日宿泊する火山水さんですね。駐車場から少し急な上り坂を上がらなきゃいけないみたいですね。チェックインしました。本日のお部屋がこちらです。一番安い部屋なんですけども、広い、コスパいいわ。これ一部屋9000円とかだった気がするんだよな。だから2人で泊まれば4500円とかじゃないですかね。これは安いですよ。白濁のお湯で、お湯じゃない、温泉で、うえー、ペンションっぽい雰囲気っすね。いいわ、部屋広いし。今だとおそらく誰もお客さんいないんで、今のうちに白濁の温泉入ってきます。素敵な雰囲気のレストランですね。ここ夕食朝食会場になるのかな。今回素泊まりですけどね。温泉入ってきました。気持ちかった。夏でもやはり気持ちいい。汗かいてからもうさっぱりしましたよ。ただ男湯は白濁ではなかったな。時間の入れ替え制なんで、もしかしたら現在は女湯の方が白濁なのか、それとも今箱根の方だと白濁の濃度がなんか薄いみたいなこと前もあったんで、それなのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、夜も入れたら入ってみて白濁なのか見てみたいと思います。どうしよう、まだ時間全然早いから寝ようかな。寝ちゃいましたね。やっぱり寝てしまいましたね。ああ、すっきりしました。午後6時前なので、そろそろ芦ノ湖の方に移動開始です。
芦ノ湖に向かってます。過去2回芦ノ湖の花火大会に来た時はバスとタクシーを使った記憶があるんですけど、バスはめんどくさくて混んでて、タクシーは往復で確かね、もう宿泊代金ぐらい払えるぐらいの料金だったんで、まあ今回は車で行っちゃいます。車で行くのでお酒は飲めないです。まあ飲みたくなったら最悪代行を頼むかな。よーし、天気も持ってくれてるし、これは楽しみだ。今天気が持ってるって言った途端にですね、雨が降ってきましたね。いやー、ついてるな本当に。うわ前が見えへんよ、ライトつけないとこれ危ない。どんどん天気悪くなってきたよ。芦ノ湖着いたんですけど様子がおかしい、絶対おかしい。これ屋台ないし人が少なすぎる。これ天気クソ悪いから、もしかしたらありえるぞ。浴衣着てる人はいるけど、うわー待てよ、どっか止めて一回チェックしないとな。あー、これないかも。芦ノ湖に車を止めました。霧が半端じゃないですね。で、ネットで今日の花火大会が中止なのかどうかっていうのを調べてるんですけど、どこにも載ってなくて、ツイッターにも何もかも。で、観光協会みたいなところも営業終了だし、はっきりしてほしいな。それが分かんないと次の目的地というか決まらないんですよね。もう少し調べてみます。もう一度花火大会会場に戻ってみます。花火会場に戻ってきました。なんかやるっぽいな、やるっぽいけど屋台は今年ないみたいですね。で、人の数もね、ほんと少なくてこんなもんなんですよ。どうしよう、もう花火よりも正直屋台が楽しみだったから。どうしようこれ。あと1時間半待たなきゃいけない。せっかく来たんで、花火大会見ることにしました。そしてセブンイレブンで食べ物も買ったので準備万端です。そして場所取りもこれだけガラガラなのでどこでも座れます。完成しました、基地を作りました。そして、本当にセブンイレブンがなかったらおそらくこれ花火大会見てなかったな。焼き鳥と焼きそばゲットして、ウーロン茶ですね、コップも用意してます。もうね、旅のプロでよかったなと思ってます。自分が椅子とかテーブルとか全部持ってきました。完璧です。困るものは何一つない。これさ、やるのか、花火この状態で打ち上げても見えるのかっていう状態なんですけど、そしてね、涼しいんですよ。すごく涼しくて、冷たい飲み物何一つ売れてなかったですね、セブンイレブンで。セブンイレブンに感謝です。焼き鳥すごく美味しいです、ありがとう。暗くて何も映ってないと思うんですけど、実はちゃんと氷も持ってきたんですよ。これでこの氷に、このプラスチックカップに氷を入れることによって多少なりとも祭り気分を味わうことができますね。もう花火まで待ちます。船がいなくなったら何も見えなくなりました。何も見えないです。わかりますか、何か見えてますか。何も見えないですよね。すごっ、やばこれは面白い。打ち上げましたよ花火。何も見えない。
事花火大会終わったみたいです。すごく楽しかったし来てよかったですね。もう二度と見ることのない貴重な体験できました。今ももう煙がやばくて前見えないもん。船が戻ってきました。ぼんやりと幽霊船のように。足の子出ました。いやー楽しかった、ほんと来てよかった。何回も言ってますけど、正直言ってセブンイレブンがなかったら、あのセブンイレブンがなかったら帰ってた。もう何から何までセブンイレブンにお世話になりっぱなしで、本当にあのセブンイレブンなかったら帰ってる人も多かったんじゃないですかね。いやーいい思い出になったわー。畑宿入り口を、部屋戻ってきました。温泉入りに行くか、早速。温泉入ってきました。気持ちよかった。ただやはり白濁じゃなかったですね。口コミを見ていたら、時期によって白濁な時と、まあ、白く濁ってる時と、そうじゃない時があるのかな。まあそれがね、非常に残念でした。その白濁目当てで、こちらの旅館さん泊まったので、それは残念でしたけれども、すごくいいお湯でした。それでは今から、晩酌ですね。先ほど飲めなかったお酒を飲んで、ゆっくり寝たいと思います。それでは、おやすみなさーい。おはようございます。朝です。眠いなぁ、眠いなぁ。しかし天気が、天気に恵まれた旅行だったらほんと、温泉入ってきます。温泉入ってきて味噌汁をいただきます。3日連続こやつにお世話になりましたね。やはり温泉あるといいわ。部屋も広くて温泉もあったらだいぶゆっくりできる。気持ちよすぎるわ。チェックアウトします。快適でした。ありがとうございました。チェックアウトしました。いやーいい旅館さんでしたね。外国人スタッフの方も優しくて一生懸命な感じが伝わってきました。温泉は非常に残念でしたけれども、次回はまた冬とかにですね、一度確認してから伺うっていうのもありかもしれないですね。コスパもすごくいいお宿さんだと感じました。そしてですね、この昨日実は誕生日だったんですけれども、誕生日旅行すごくいい思い出になりましたね。昨日の花火なんか特にいい思い出になりました。あんな花火大会もう二度と経験できないんじゃないかなというふうな、衝撃的な素晴らしい誕生日旅行となりました。来年もまた誕生日旅先で迎えることができたらいいなと思います。それでは今回の旅はここで終了とさせていただきます。天気にも恵まれたので、この後はゆっくりドライブして帰ろうと思います。それではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。